平和っていうことを胸に置いて試合に挑むっていうことを意識して実際にプレーしてみて、相手に平和を考えさせてあげられてるっていう感じはしました。このユニフォーム作りは初めての試みで、最初はみんな緊張してて自分の意見がはっきり言えなかったり、戸惑ったり人任せにしたりしていましたが、話し合いを重ねるうちにみんなが自分の意見を言えるようになって、最後は人の意見を尊重できるようになって、素晴らしいユニフォームができたと思います。小学生の頃はよく平和学習をしていましたが、大きくなっていくにつれて平和学習をする機会は少なくなりました。このユニフォームを作ることによって平和の大切さを改めて学ぶことができました。平和の象徴である鳩が加えているスズランは文教の花であり、花言葉は再び訪れる幸せという意味があります。戦争の後再び訪れる幸せを願った意味も込めてスズランを入れました。シェアザピース。